8月23日、本日の無農薬畑です。今日はスイカの苗1つ、こっちに2つ、あとモロヘイヤ1つ、2つ、植えました。はい。これはもうすでに植えたやつですね、この3つは。やっぱ植えた方が若干成長が早いかなと思ってます。思います。はい。あとはトウモロコシいつ？確かトウモロコシ、撒いたのが6月11日なんです。90日と考えればまだなんですけど、結構もう茶色くなってるんで、どうなんだろう。でも結構細いんだよね、イメージしてるのと比べると結構細いんでまだかなとか思うんだけど、これどうなんだろう。これはでこれがもう本当アリがびっちり、アブラムシがついてるのかな、ほらアリがびっちり、なんかアブラムシついてんのかもしれない。ついてんのかな。これアブラムシかな、これ。見えないか。黒いのがついてんね、茎に。それにみんな群がってる。アリが。このトウモロコシに、すごい。作物は大丈夫だと思いたい。あ、これスイートコーン。取った方がいいな、これ。ちっちゃいスイートコーン。あ、ヤングコーンだ。ヤングコーン取ってカレーに入れちゃおう。これ収穫します。今日はオグラに、あ、オグラじゃない、オクラにナス1個収穫しました。後で写真撮ります。ということで、いつも皆様ありがとうございます。感謝です。愛してます。